はい、皆さん今日は、すごい大事な話で、霊的現象対宇宙的現象ですね、まあ、本当の高次元現象ですね。これは必ずホログラムワークの室内ワークショップで話すことで、同時に CE5 のワークショップでよく出てきますね。まあ、これを今までの目で見えない世界を、理解するためですね、または本当のこれからの高次元におけるコンタクトか遭遇、コミュニケーションを実行するためには最も基本となる新しい原理と思いますね。まあ、新しいって言いつつ、古代ベダとか古神道でも、ちゃんとその人間の世界、霊あるいはスピリットの世界、それともそのもっと高度に行くと神々の次元ですね、ちゃんと3つの層、少なくとも3つの層に分かれていたんですが、ちょうど今現代のニューエイジですね、まあ、明治とか大正から始まった、新しい心理学ね、を意識しながら、それ今までの古代の理解とかそういう古代の知恵から進化した分は側面もあれば、大事なところを見失った、見落としたところも同時にあると思いますね。なので、まあ、あの世、霊界が、まあ、4次元ですね。番号を振ると、アストロ界、まあ、つまり4次元。で、その3つの層、低空アストロ、中層アストロと上層アストロですね。で、今までの、まあ、目に見えない世界とか、は、大体もう9割、もしくは9割以上、そのアストロ界との遭遇、アストロ界とのやり取りであることを分かりますね。それともまあ、あの世っていうのは大体中層アストロね、通常の人間の魂が亡くなった体から離れた時に、出入りしている場所ですね。それともまあ、オカルトの世界、恐怖心の固まってる世界ね、ポルターガイスとかその幽霊とか、これ無知的存在ですね、迷子霊、浮遊霊、これはもう低層アストロね、ロアアストロ次元、一番3次元に波動が近いからこそ、つながりに安いんですね。これは一番人間、生きてる人間たちがつながりやすい、ところなんで、この一番わかりやすい例がそもそもココリさんですね、まあ、ゲーム、子供向きのゲームでありつつ本当の、霊的の手段ですね、まあ、ダウジングとかその本当の、スピリットが、使える手段となってますんで、まあ、その辺のコミュニケーションとか全ていいんですが、そもそもその得る情報とかその会話してる相手の魂の質にはどんどん意識しますと、どんどん、まあ、ET 次元に比べると非常に大きな差があるんですね。で、まあ、こちらは ET コンタクト最初から入ってますから、逆に、まあ、そういう存在たちから、まあ、ほぼ、得るものがないっていうスタンスでから活動を出発してますね。まあ、先祖様の霊とかそういうメディアムシップですね、まあ、例えばセドナで、ミリンダさんという女性とか、アニタさんという女性がそういった宇宙コンタクトツアーをやってる方々も同時にメディアムシップのセッションもやっておれるんで、先祖様の霊体とか結構、まあ、それは ET たちより先祖様のスピリットが自分の日常生活に響きが近いので、そういう存在たちからの得るものとかね、その納得する情報とかその確認、まあ、調和させる安心感がもちろんありますが、今後のアセンションですね、今後のためには、本当にもっと高度の存在たちがどんどん絡んできてるんで、その今まで、正確な情報が非常に少ない、領域に、どんどんこちらを、まあ、道を作ろうと思っています。なので、今日のポイントが、今日非常に分かりやすくまとめると、霊界がある意味で過去ですね、霊的存在が過去に生きていた存在ですね、過去に向いています。すると反対に、高次元が未来です。高次元が上がっていくほど時間が進んだ場所、あるいは、まあ、時間がない場所、中間時間が超越した場所からこちらの3次元のタイムラインに出入りしている、アプローチしている存在なんで、
生きているまんまで未来からとか、その相当遠い、離れてるあの銀河系あのからアプローチしてる、銀河系星系からあのこちらを出入りしてるアプローチしてるケースが あのほとんどですね。で、あの、まあ、最後のまとめとして、あの過去今の大事な時事問題とか大事な変化をするために過去に振り向く必要があるか、それとも、あの車も運転してる時に、ミラーに、見ながら運転しませんよね、フロントグラスからちゃんと前向きに、これから来ることを察知するために、向いてますんで、これは、まあ、今の我々の地球人類のあり方あるべく、姿でもあるんじゃないかなと思いますね。なので霊界とか見えない世界に、どんどん、まあ、その古い情報とか、過去に捉えている情報が非常に多いので、こちらのミッションは、まあ、新しい道を作ることですね。なので、あの必ず、必要な情報が自分の身の元に届きますから今までの情報、今までのそういう概念から参考に得るものが残ります、ちゃんと。そして、ということです。霊界は過去、高次元は未来っていうことを一番アピールしたいんですね。今日は以上です。ありがとうございます。